真岡市の皆さん、こんにちは。岡山シーガールズ背番号5番セッターをしています宇賀神瑞希です。よろしくお願いします。母と姉の影響で小学校3年生の時にバレーボールを始めました。そして真岡東中在学時にセッターに転向し、そこからはずっとセッターをしています。セッターとしてのやりがいは状況判断をしながらゲームメイクしていて、それがチームの勝利につながった時にやりがいを感じます。2022年の3月の V リーグの東レ戦と2022年10月の栃木国体です。会場には学生時代の恩師や後輩たちが応援に駆けつけてくれ、ふるさとの皆さんの温かい声援が本当に力になりました。これからも皆さんの声援を力に変えて頑張っていきたいと思います。バレーボールはチームスポーツですし、その中でセッターはすごい大事なポジションになるので、私は強く優しい心を持つことを大事にしています。バレーをするときだけでなく、普段の生活から自分の弱さに立ち向かう強さだったり、相手や仲間の気持ちを理解する優しさっていうのを心がけることで、それをバレーボールにつなげています。真岡市の夏祭りと花火大会です。小さい頃から何度も参加していますし、すごい大迫力の花火やたくさんの屋台、そして人の多さにすごい印象に残っています。真岡市アンバサダーとして真岡で生まれ育ったことを誇りに、市民の皆さんに元気をお届けできるよう、そして真岡の魅力を発信していけるよう頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。